1975年の豊田駅と周囲約500メートル範囲。右上側が日高町方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成豊田駅は北海道有仏郡保別町あざと豊タにあった日本国有鉄道府内線の駅である。電報略号はヨ田。 府内線の廃線に伴い1986年11月1日に廃駅となった。旧駅名のキネウスはアイヌ語のキナウに由来する。その後、水田ができたので、豊作を祈ってブラク名を豊田と改めたため、北海道鉄道による買収に際して駅名を改めた。廃止時点で、島式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは、 線路の北西側に存在した。かつては、島式ホーム一面に線を有する列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎側の一線は交換設備運用廃止後も、日高町方の点鉄機及びホーム近くまでの線路が側線として残っていた時点では、点鉄機の先の部分に車止めが設置されていた。無人駅となっていたが、 友人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は校内の北西側に位置した。1999年時点では消防団の建物が建築されていた。2011年時点でも同様であった。また、1999年時点では、駅跡の個別方を流れる木直ス川にガーダー橋が残存しの王道に転用されていた。2011年時点でも同様で、 その他境方に、線路後の築堤やトンネルの高校、溶壁、落石防止用フェンス、標識などが残存していた。ありがとうございます。